橋本徹さんが将来総理大臣になる可能性は何パーセントくらいだと思いますか？ゼロ。大統領制ではないので、まあ今だと自民党っていう党が国会の過半数を抑えてるんですけど、国会議員の半数を抑えている党の中で国会議員が選んだ人が総理大臣になるんですよ。なので、橋本徹さんがまずじゃあ自民党に入って、橋本徹さんを総理大臣にした方が得だよねって国会議員が思い込まないとなれないので、安倍総理がなぜ強いのかっていう話なんだけど、安倍総理ってめちゃくちゃ義理がたいっていう説が結構有力で、そのさ、ハンコ屋を IT 大臣にするとか、なんか交通違反をする人を法務大臣にしちゃうとか、普通それやらないでしょっていうことを安倍さんってやるんですよ。で、あれは義理がたいからじゃないかっていう説があって、要は昔お世話になった。だから必ず返さなきゃいけない。でさ、IT をちゃんと IT が分かる人にするとかっていうのって、社会のためになんだけど、ぶっちゃけ社会ってどうでもいいのですよ。国会議員のお世話になった人に対してリターンを返すっていうのが安倍首相のやるべき義理であって、それをやることで国会議員の自民党の中の大半の人から安倍さんは義理がたいからあの人を持ち上げようってなるわけじゃん。なので結果として総理大臣として強いっていうのをやり続けてるので、義理がたいっていう、国会議員に対して義理がたいが重要だと思うんですけど、橋本さんって思ったこと口に出しちゃうから、多分ね、無能な人をね大臣にするとかできないと思うんですよ。なので持ち上げられないと思います、政治家に。橋本さんは立ち上がっていただけると思いますか？よって国が良くなると思いますか？思わないの方かな。橋本さんがまず立ち上がる理由がそんなにないんですが、仮に立ち上がったとしても、日本って政治家一人が何かしようと思っても変わらないんですよ。国会の過半数を抑えて初めて法律が作れるんですよ。なので、橋本さん一人が超絶いいことを言っても、国会議員が賛同しなければ何も起きないんですよ。要は橋本さんが立ち上がるといいよねって言ってる人たちって、日本の他の国会議員の考え方に対して同調できないっていう意味で言ってると思うんですけど、同調できない他の国会議員の考え方が日本の多数派なんですよ。日本の多数派を変えることはもう無理なんです。だって多数派なんだもんだ、橋本さんが面白いと思うとか優秀だと思う理由は少数派だからなんですよ。少数派は日本のシステムを変えることはできないので、日本が良くなることはないと思います。なので日本全体を良くするのは難しいので、個人としてどう生きるかっていうのを考えた方がいいんじゃないでしょうか。橋本徹さんは政界に戻らないと公言していますが、実際は政界復帰すると思いますか？するとしたらタイミングやつでしょうか？いや、しないんじゃないですかね。だって損だもん。まあ、知らないですけど、多分橋本さんって今年収多分、まあ、数億はいかないかもしれないですけど、2、3億ぐらいはいくと思うんですよね。で、政治家ってなっても、せいぜい知事で5000万いかないでしょ。3000万とかそれぐらいでしょ。だから年収10分の1とかになっちゃうと思うんですよね。で、今のポジションって維新の顧問でやめるみたいな感じで、政治的にこういうことしたいっていうのがあったら結構動いてくれる政治家もいるわけじゃないですか。菅さん、菅首相とかにも直接会ってこういうことやった方がいいよとかっていうのを言うことができるので、自分がある程度実現したいと思う政治とか政策っていうのは結構思い通り動かせてるわけじゃないですか。大阪都構想みたいなのもやっぱり橋本さんがやろうぜって言ったのは、その松井さんとか吉村知事とかがやってくれたりするので、自分自身が政治家になる必要性ってあんまりないと思うんですよね。なので自分自身が政治家にならなくても自分がやりたい政策をやってくれる人たちがいて、でそのタレント業としてお金ガンガン入りますっていう今のポジションを捨てる理由がないんですよね。もしあるとしたら、日本に大統領選があった場合であれば、橋本さんは大統領になることでそこの権力を使って日本を変えたいってなるかもしれないんですけど、まあ、残念ながら日本は総理大臣っていう議員内閣制なので難しいかなと思います。橋本徹さんとよく他の番組で共演してますが、どんな印象を持ってますか？生真面目。ちゃんと怒るんですよね。僕基本的にどんな番組出ても多分僕ヘラヘラしてると思うんですよ。ぶっちゃけどうでもいいから。これは言わなければならないとか、これを伝えなければならないみたいな義務がないので、大体ヘラヘラ楽しくやってるんですけど、橋本さんはなんか真面目なんで、これはこういう風なものなんだっていうのを、視聴者は知るべきであるっていう、なんか正義を持ってやってるんですよね。だから、真面目な人だなと思って見てます。はい。